確かに初めましてだけど、初めて会った気はしないな。ずっとどこかでつながっている感じがしてたからね。君も気づいていたんじゃないか。君の人生はとても興味深い。過酷で危険で、とても平穏とは言えない人生だ。どうして君は旅を、冒険家を続けるんだい？ああ、確かにね。火を灯さなければ消えることはない。何も決めなければ傷つくこともない。でも君は命が燃え尽きるその時まで、こうして旅を続けるだろう。挑み、傷つきつつも夢を叶え、希望という明かりで周囲を照らしながら。安心したよ。君に頼みがあるんだ。できれば一緒に行きたかったけど、この体はどうやら限界みたいだ。でもここで終わるわけにはいかない。冒険はまだ続いているからね。だから僕の魂と力を一緒に連れて行ってくれないか、アドル・クリスティン。目が覚めたか。大丈夫か。まだ意識がはっきりしないようだな。ここは監獄内にあるゾラの錬金研究所だ。居心地は良くないが、そなたの処置はここで行うほかなかった。それよりも、アドル・クリスティン、そなたと話すのは初めてになるか。ああ。どうやら自分に何が起きたか分かっているようだな。さすがは赤毛のアドルといったところか。スミノフ殿。冒険家アドル・クリスティンとそのホムンクルスである赤の王、今の君には二人の魂が両方とも宿っているはずだ。まあ、もともとは一人の人物だから、一人に戻ったと言うべきか。赤の王の力と意識を受け継いでいるのは実感できるか。そんなことが。錬成時における魂と魂の対話か。それは興味深いな。スミノフ殿はゾラの助手だが、ゆえあって今は協力してくれている。彼が君たち二人の魂を一つに錬成してくれたのだ。すまないが、赤の王を救うにはこれしかなかったのだ。いや、てっきり責められると思ったが、君も不思議な若者だな。どうやら彼は問題なさそうだ。準備を始めた方がよかろう。うむ、そうだな。うむ、皆が揃ってから説明しようと思っていたが、どうやらちょうどよかったようだ。アドルさん、アドル君。よかった、成功したんだ。ふん。はじめましてですね。そっか、本当のアドルさんには初めて会ったことになるんですね。
へえ、本当に父さんがそんなことできるなんて。まあ家での成果ってとこだな。いずれきちんと話を聞かせてもらいたいね。とにかくアドル君とはいつも通りでいいってことでしょ。よかったです。ええ、安心いたしました。で、話ってのは一体何なんだ。ああ、まず本題に入る前に話しておくべきことがある。他ならぬ、私たちホムンクルスを作り出したゾラのことだ。奴はそもそも何者だ。あんたの知り合いのようだが。あの人は、いや、錬金術師ゾラは彼は百年戦争でロスビータ様の副官を務めた青年貴族でした。羽もな？記憶が戻ったの？ええ、この部屋を見た時から少しずつですが。副官ってことは昔から知り合いだったんだ。そういや、例の絵にも聖女の横に男が描かれてたな。今はガキのなりをしているが、もしかするとあれがそうなのか。ああ、あの戦争は神々の代理戦争でもあった。グリアは主神グリムニルの、ブリタイはルキの加護を受けていた。だが人間たちの戦火はやがて神々の世界にも飛び火した。グリムニルとルキ、神々も二つの陣営に分かれて相争い、ついにはグリムニルがルキと差し違えたのだ。それってまさにノース教に伝わる神々の黄昏じゃないか。うむ、あの戦争がきっかけとなり、グリア土着の神々は滅び去った。神様が？でもそれじゃあグリムワールドは？神々がグリムワールドの魔物を浄化してたって話だよね。神々が去ってもグリムワールドは人々の感情から魔を生み続ける。人は自らが生み出す魔物を自分たちで処理する必要に迫られた。ところが百年戦争を通してグリアの人心は大いに荒廃し、そこから生み出される魔はもはや人の手に負えなくなっていた。どうなったの？そこに登場したのがゾラだ。彼は私の処刑を軍を辞して故郷に戻っていたが、やがて取り憑かれたようにあるものの研究に没頭し始めた。あ、それが錬金術ってことね。でもどうして急に？わかんねえのかよ。お父様は上官として、そして女性として慕ったロスビータ様を蘇らせたかった。そのために領土と財産を投げ打って錬金術の研究に心血を注いだのです。よく寝食を忘れて研究室に閉じこもっておられました。そうして生まれたのが、ああ、この私というわけだ。そんな悲しい理由があったんですね。うん、ちょっとびっくりしちゃった。そしてゾラは錬金術師として再び公式の場に姿を現した。グリムワールドに苦悩するグリア王家にある提案を行うために。まさか夜に対抗するには武と地に秀でたものが常に必要とされる。何せ神々の代わりを果たすのだからな。そこでゾラはホムンクルスの戦士を作り出すことを提案したのだ。万策尽きかけていたグリア王家はこれに飛びついた。ふん、そういうことだったか。知っての通り、ホムンクルスを作るには材料となる人材が必要だ。王家が候補を募ると、ある者たちがこれに応じてきた。そう、私と共に百年戦争を戦った領友とも言うべき存在、そなたたち、すなわち研究棟に保管されている英雄たちだ。
かくして彼らのホムンクルスが密かに魔を狩り、王国の平穏は保たれることになった。そして数百年を経て今に至るというわけですね。ああ、戦士が傷つき倒れれば次の新たな戦士が作られた。ゾラも自身のホムンクルスを作り、魂を移し替えながら研究を続けた。そして戦士の異能を発現させ、この地に縛り付ける仕組みを実現した。それが私たちの呪い。そうだったんですね。でもどうして僕らを普通の家庭や孤児院に預けたの？僕たち以前のホムンクルスもそうやって育てたってこと？いや、昔は私とゾラがホムンクルスたちを育てていた。しかし15年ほど前にゾラが忽然と姿を消したのだ。ちょうど前任の戦士たちが力尽き、そなたたちは戦うにはまだ幼すぎた。そのため私はグリムワルドに一人で立ち向かうことにした。申し訳ないが、そなたらを町の者に預けるしかなかったのだ。そうだったんだ。たった一人で。その結局ゾラさんは今までどうしていたんでしょう？当時研究を続ける中で新たな発見をしたと言い残している。彼の言う最後の研究、今もどこかで進めているはずだ。もう一つわからねえことがある。あんたの存在だ。聖女はブリタイ軍に騙され火炙りにされて死んだはずだ。あんた一体どうやって作られた？確かに僕たちは本人の体が残っているけど、お父様が錬成できるのは物質や肉体だけではありません。人の魂ですら錬成することが可能なのです。そういえばそんなこと言ってたけど、彼の研究によって最初に錬成された魂がこの私なのです。そして私をロスビータの遺品である人形に定着させました。それは私の魂を錬成することが彼にとっての第一歩だったのです。私を見守り続けた人形に魂を与え、私に関する情報を得るためだ。そしてその魂から得た情報と一房の遺髪から私が錬成された。記憶から存在を再現できるってことか。それって人に許された領域をもう超えてるんじゃ？私やアプリリスさんが作られた経緯は分かりました。でもそれじゃあアドルさんは？ゾラの言う最後の研究に関係してるみたいだけど。それは私にも分からない。だがアドルの冒険家としての豊富な見識を欲しているとすると、まさかこれまで監獄で見た未知の魔物たちや古代種の存在、もしかするとアドルさんが過去の冒険で出会ったものでは？おいおい、マジかよ。そんな予感はしていたが、やはりそうであったか。大丈夫でしょうか？あ？このままゾラさんを放っておいて大丈夫でしょうか？私も本意を問いただしたいが、彼の居場所は用として知れない。それに今この時期にはもう一つ対処せねばならないことがある。対処って何のことかしら？間もなくバルドゥークは100年戦争の戦勝記念祭を迎える。それってロスビータが
皆さんがバルデュークを奪還した日を祝うお祭りですね。実感ねえな。そりゃね、もうそんな時期か。でも記念祭がどうかしたの？時を経てなおも百年戦争がこの地に残した傷跡は深い。例年その日は最大級のグリムワルドの夜が顕現する。最大級ってマジかよ。戦勝記念日って確か3日後だよね。あまり時間はありませんね。ゾラのことも気にかかるが、今は夜への対応を優先したい。一旦そなたたちは町へ戻り、休養を取った方がよかろう。確かに心身ともに疲れ切ってるかな。うん、いろいろありましたから。正直まだ気持ちの整理もできてないしね。私はこれから夜やゾラの動向を調べに出かける。もし分かったことがあれば私から連絡を入れよう。それまではみな、しっかり体を休めておいてくれ。
ふん、お前か。取引の依頼か。ふん、取引の依頼か。そうか、ではな。何でも申し付けてくださいね。完成です。他にも要件があれば言ってください。今日もガンガン働きますよ。じらさないでくださいよ。いつでもお待ちしてます。うん、ねえねえ、そうですね。そんなに警戒しなくてもいいわよ。今日は何も仕込んでないから。ねえ、例の宝石覚えてる？改めて鑑定したら紛れもなく100年戦争時代のものだって分かったの。お宝の隠し場所も確かめられたし、今日は前祝いよ。可愛い顔して釣れないんだから。いいじゃない、私と組んでもう一度あそこに潜り込みましょうよ。必ず侵入方法を見つけて残りの財宝を手に入れるわよ。あら、あなたに言われる筋合いはないと思うのだけど。いけないことと知りつつそれに惹かれずにはいられない。私たちは似た者同士、そうでしょ？ねえアドル君、聞いてみたかったことがあるの。もう一人のあなたの存在を知った時ってどう思ったの？
今の自分も偽物かもしれない、そう考えちゃったりしないのかしら。今自分は本物のアドルだって自信を持って言えるの？じゃないわ。でもそういうものなのかもね。最初はただお金のためだった盗賊稼業もそれだけじゃないって思えてきた。1ゴールドにもならないスリルを求めて楽しんできた私も間違いなくいるんだからアドル君、私あなたに改めて興味が湧いてきちゃったかも。ねえねえ、今までどんな冒険をしてきたの？せっかく手に入れたすごい武器やお宝をあっさり手放しちゃうって噂は本当なの？だったら今回は私に譲ってちょうだいよ。闇市場で高くさばいてあげるわよ。それで話っていうのは何なのさ？くだらねえ内容だったら引っ張り出して日干しにするぞまあ落ち着くがよい。わしが話すのはそうじゃな、お主らとの約束についてじゃよ。約束ですか？私たち何か約束したかしら？もしかして過去の皆さん、百年戦争の英雄たちと約束をしているということでは？さすがモネチン、さしがいいな。わしは本来ノースの主神グリムニル様から使わされた精霊での、阪神や他の精霊たちと一緒にグリムワールドを戦ってきた存在なんじゃよ。しかしグリアが聖国教に改宗してからは精霊信仰が薄れての、今もの漁師たちに好かれておるわしだけが生き残ることとなった。そうか、ノース教の衰退と一緒に精霊も消えていったのか。そしてお主ら人間はわしらに代わって戦い続けるホムンクルスを作り出した。まあ正直わしら追い出しといてお主ら何なのちゅう気がせんでもないが、お主らが何代も何代も死を繰り返し、あの聖女の写しにが心を閉ざしていくのを見るうちに哀れに思えてきての、ある時わしはお主らの前に姿を現し一つの約束をしたんじゃよ。もはや大した力など残っておらぬが、せめて代々のそなたらを見守ってやろうとな。その約束を何百年も守って、私たちの前に現れたのも
そういった理由だったのですね。相変わらず得体の知れんやつだが、律儀なことだな。あの、ありがとうございました。今までの私たちもきっとモルビアンさんに感謝していると思います。いいんじゃよ、今のわしほとんど何にもできんし。最初はどうなるかと思ったが、今のお主らは本当にいい顔になった。ただ使命を受け継いだのではなく、あくまでお主ら自身の生を歩むことで、赤の王と出会ったことも含めて、これも巡り合わせだったのかもしれんの。あ、そうじゃ、そういうわけで初代の連中から預かり物があってな。ほれ、これじゃ、これ。これって、まさか百年戦争時代の。なあ、せいぜい役立てるがよい。そして、明日も元気な顔を見せてくれ。モルビアンとの約束じゃよ。しまう夢を見て、でも目が覚めたら目の前にいてくれて。それは、あ、いえ、金庫で倒れた時はびっくりしましたけど、アドルさんは呪いが解けたら街を出るんですよね。私も呪いを解くため頑張ってきたはずなのに、ゾラさんにもう戦う必要がなくなるって言われた時、私嬉しくなかったんです。呪いはアドルさんと合わせてくれた魔法みたいなものかもって。それが消えてしまうかもしれない。急にそんなこと考えちゃって。感心されるようなことじゃないですけど、魔法ならければいいのに。今の声に出てました？そうです、アドルさん、私の頬を叩いてください。落ち着けません。こんな時に居眠りしたり、あんなこと言っちゃうなんて、私の気が緩んでる証拠です。気合を入れる時は頬を叩けってドギさんが言ってました。よろしくお願いします。
そうじゃなくて。でもアドルさんらしいです。私やっぱり動揺してたのかもしれません。アドルさんが倒れて、お姉ちゃんがさらわれたりして、自分がホムンクルスだと知ってまだ受け入れられなくて。だけどもう下は向きません。それがお父さんがやっと認めてくれた、アドルさんと出会って手に入れた私自身の強さだと思いますから。最後まで一緒に頑張りましょうね、アドルさん。やれやれ。大事にね。
どんな状況だ？すげえじゃねえか。持って行ってくれ。
アドルちゃん。いらっしゃい。どうぞ召し上がれ。他にもいるかな。またいつでもどうぞ。
父さん。ジュールたちか。よくこの場所が分かったな。どうした？もしかして私に何か用事か？その、今さら会いにくいのは分かるけどさ、ああなると母さんはきっと探し回ると思うんだよね。そうか、見られてしまったか。うっかりしていたな。あのスミノフさんはどうしてここに？ん？ああ、この碑文に昔流行した病気に関する記録が残っていてね、それを調べるために来たのだ。それってジュール君を治すためですよね？え？まあバレているとは思っていたが、いい機会かもしれないな。やはり話しておくとしよう。ジュール、少し長くなるぞ。最初は君たちホムンクルスの存在すら私は知らなかった。ある日、戦災孤児を里子として引き取る制度があることを知ってね。ジュール、君とはそこで初めて出会ったんだ。戦災孤児って？アプリリス君が幼い君たちの面倒を見るのが難しくなってね、苦肉の策として君たちを戦災孤児として登録したそうだ。そうだったんですね。とにかくその制度を通じて私たちはジュールと出会った。子をなすことができない母さんは特に大喜びだったよ。え、母さんが？ああ、だからこそだと思う。そこから君と過ごした月日は私たちの人生で最も幸せな時期だった。そして君が発病した時、泣き崩れる母さんを見て私は誓った。私が必ず君を治してみせると。父さん。ある日、必死に治療法を探す私に一人の男が近づいてきた。それが錬金術師のゾラ殿だった。お父様が？彼は正体を明かし、錬金術の研究を手伝うよう声をかけてきたのだ。そしてその時に、君がホムンクルスであること、研究を手伝えば病気の解明につながる可能性があることを知った。そうだったの。でもどうして家を離れる必要があったのさ？君の病気は君の元となった英雄がもともと患っていたものだ。だから彼の体がある場所なら君の病気を解明できると思った。それにゾラ殿は用心深い人物だ。監獄から一切外へ出ないことが研究を手伝う条件だったんだ。そんな。ジュール、君のせいではない。病気は誰のせいでもないんだ。ただ黙っていなくなったことは本当に申し訳ないと思っている。ジュール君、君も言いたいことを言えばいいと思うよ。君にはそれを言える相手がいる。ユファさん。父さん、本当はたくさん文句を言ってやろうと思ってたのに、殴ってやろうと思ってたのに、そんなことできるわけないじゃないか。ジュール、ありがとう、僕を引き取ってくれて、それから育ててくれて、僕を治そうとしてくれて、本当にありがとう。ジュール君。
医者として楽観的なことを言うつもりはない。だが君の病気のことは少しずつ分かってきているんだ。治療法が見つかる可能性はある。お前に生きてほしいんだ。父さん。ま、一件落着で何よりだぜ。それで、あんたが手伝った研究ってのは結局何なんだ？私が手伝ったのは、人の魂に記録された存在を錬成することだ。アドル君の記憶から古代種や魔物を錬成したようにね。彼の研究はそこからさらに先にあるようなのだが。さらに先だと？スミノフさんはシャトラールさんの協力者かと思っていました。監獄に優秀な人間を集めていた件か。あれはゾラ殿がシャトラール団長を利用していたに過ぎない。もともと優秀な人間たちを欲していたのはゾラ殿自身だ。だが彼はもう監獄には滅多に姿を現さなくてね。それらを使って何を目指しているのかまでは。どうせろくなことじゃないわ。シャトラール団長への処置を見るとゾラ殿は容赦のない方ではある。だが単純に邪悪なのかと聞かれたら、それは私にはわからない。どちらかというと、とても純粋な人間のような気もするな。そういう人間の方が立ち悪いって可能性もあるだろう。まあそれは確かに。怪人諸君、私も君たちに随分と迷惑をかけてしまった。本当にすまない。せめてもの償いにと思い、アプリリス君に協力させてもらった。だがこれで許されたなどとは私も思っていない。父さん。ジュール、母さんのところへはそのうち顔を出すと約束しよう。病気の体で頑張っている息子に負けぬよう私もあがいてみせるさ。お互いに悔いのないように生きようじゃないか。赤の王、いやアドル君、ゾラ殿は特に君にご執心のようだ。私が言うのもなんだが、くれぐれも気をつけてくれ。さて、さすがに私も一旦戻らないとまずい時間だ。申し訳ないが、そろそろ失礼させていただくよ。その、父さん、気をつけて。ああ、行ってくる。ジュール君、ちゃんと話せてよかったでしょ。まあね。そのみんなもありがとう。ううん、本当に良かったです。スミノフさんもいい人で良かった。私も参考になりました。やれやれ、用が済んだならとっとと町へ戻るとしようぜ。
上出来だわ。早いもん勝ちだぜ。この上物に目をつけるとはな。まだなんかあんのか。また機会があればな。いらっしゃい。次はまた来てね。お使いですね。かしこまります。他にもどうかお気をつけて。アドル君、アドル君、いらっしゃい。毎度あり。他にもまた来てね。お前か。ほう。そうだな。
心地のいい風だな。久しぶりに気ままに飛び回れて、アーサーも喜んでいるようだ。最後の任務もようやく片付いたからな。つくづく冒険家とは変わり者だな。今の状況を考えると、お前たちの前で全て終わったとは言い難いが、それでも肩の荷は下りた気分だ。残るお前たちへの借りを返せば、ようやく全てが終わる。あとはアーサーと共にこの地で静かに朽ち果てていくのも悪くない。別にどうもしないが、俺は与えられた任務のためにこそ生きてきた人間だ。幼い頃からそのように育てられ、すでにそれは果たされた。もう俺には何も残っては。なら新しく見つける。ああ、考えたことすらなかったな。そうか、終わるということは始まるということでもあるのか。お前は俺とは比べ物にならないほど多くのものを見てきたのだろう。不思議なものだ。お前のその澄んだ目を見ていると、こんな俺にもまだ何かがあると信じてしまいそうになってくる。全てはバルドゥークを取り巻く騒動が片付いてからだろうが、一緒に考えてみるか、アーサー。俺たちが、俺たち自身で歩くこれからのことを。
こいつはなかなかのもんだな。すっごく美味しそう。盛り付けも色合いもとっても素敵。勉強になるわ。戦勝記念祭を祝うなど一体何年ぶりだろうか。すまないなアドル君、私にまで声をかけてもらって。そういうことか。できる限りのことはさせてもらうよ。さあさあスミノフさん、それじゃ遠慮なくいただいてちょうだい。ああありがとう。この味はまさか。へえ、気づいたみたいだね。ちょうどもう一人の主役も到着したみたいだ。はいはい、ジュール君、追加のお料理を持ってきたわよ。あら、パルメか。あなた、どうしよう、本物だわ。よかった、街で見かけたのはやっぱりあなただったのね。だいぶやつれてるみたいだけど元気そうで何よりだわ。その、すまないパルメ、勝手に家を出てずいぶん迷惑をかけたようだ。ううん、あなたのことだから事情があると思ってたわ。まだ家には帰ってこられないのよね。ああわかったわ。私はあなたの用事が済むまで待ってるから、せめて今だけはたっぷり食べて栄養をつけてちょうだい。パルメ。よかった、私もなんだかほっとしちゃった。それにしてもこの料理、ジュール君のお母さんが全部作ったんですか？ジュールちゃんも手伝ったそうよ。あの子いいとこあるじゃない。これはメイドとして負けていられませんね。いい君だね、父さんがあんなに戸惑った顔してる。ありがとうアドルさん、どうやら作戦は大成功みたいだ。そうだ、これを受け取ってよ。アドルさんにお礼がしたくて料理を手伝った時に作ったんだ。ああ、うん、まだ僕が怪人になる前の話なんだけどさ、ある日街で珍しく僕がワクワクする噂を聞いたんだ。それが各地を冒険しながら旅する赤毛のアドルの噂だった。あの時からなんだ、一生懸命生きようと決めて僕が棺桶ノートをつけ始めたのは。こんなこと伝える僕の方が照れくさいんだけど、でもありがとう、あなたに会えて本当によかった。
お前か。ではな。